疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。めっちゃ楽しかったです。いや楽しかったですね。僕はあのカメラの前で演奏して歌ったりとか、はい、いわゆるこう MV を撮ったりするのが苦手なんだけど、はあ、そうなんだ。横にこうのんちゃんがいて、はい、踊りまくってはっちゃけててくれる人がいるとすごい僕もリラックスしてできました。よかった。楽しんで。いやもうめちゃくちゃかっこよかったです。楽しみ。あ、そう、はい、いやいやでもね、ほんとなんか僕も楽しかった。この曲楽しいなと思っちゃった。ライブでやってても本当に気分上がります。あ、本当。はい、お客さんもすごい乗ってくれて。あ、本当に。はい、改めてのんちゃんにプレゼントしてよかったと思いましたよ。ありがとうございます。はい、この曲なんで私にくださったんですか？それはなんかね、もともと自分用に作ったんだけど、はい、あの自分のライブでやったりしてもあんまり盛り上がらなかったみたいな。ああ、そうなんですか。うん、反応がいまいちだったから、自分ではこんなにポップなのにと思って、あ、ただなんかじゃあ誰か別の人っていうか、この曲をもっとうまくこう表現できる人っていうか、この曲がもっと合う人がいるんじゃないかと思ってて、うん、まあ、のんちゃんといろいろ活動をね、はい、何度かしていくうちに、あ、のんちゃんだったら多分こういう音楽好きだろうなと思ったし、はい、あとすごいいい感じでやってくれるんじゃないかなっていう。嬉しい。のでちょっと提案させていただきました。ありがとうございます。はい、めっちゃ嬉しいです。すっごい好きな曲。歌詞も途中でその僕が書いたところの、まあでもちょっとここはのんは言わないからみたいなリクエストはあったじゃない、はいはい、そういうのをこう書き直して曲もなんかこうおしゃれになったっていうのも変だけど、もともと曲が来た時すっげーおしゃれだと思いました。まあなんか曲自体気に入ってたんだけど、ちょっとまあ歌詞が古臭いなとは思ってて、自分がそのもともと書いてたやつで、まあのんちゃんに指摘されたところを変えたりして、よりポップなものになったなと思って。ありがとうございます。あとはそのもうちょっと長かったらいいよねみたいなことを、うん、あ、あの感想をつけたんだよね、はい、まあ、ああいうロックンロールだから2分半とかで終わっちゃっても全然ありっていうか、はい、意識的に。だけどなんかそこでまあもうちょっともう一引っかかりあるといいよねみたいな意見を言ってもらえて、であの語りのパートができて、はい、でコーラスがあーあーあーって重なってこう盛り上がるポイントというか、はい、フックになるとこができたんで、それもなんか、ね、すごいありがとうっていう気持ちなんですよ。よかった。もうなんか作ってくださった方に、いや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 、こんなリクエストしていいんだろうかみたいな贅沢な気持ちだった。いやなんか、ね、あれでまた曲が一段より良い曲になったっていうか、あのパートめちゃくちゃ好きです。あそこはなんか楽しいよね。はい、うん、ちなみに MV の撮影ははいはい、どこか楽しかったですか？僕はね、個人的にはここ屋上の部分で撮った最初のところ、天気も良くて、はい、で開放感があって、はい、単純にあとまだ疲れてなくてあの結構長く撮ったじゃない、ね、長かったです、うん、こうまだこう自分もパワーがあって、はい、俺大丈夫かなと思ってたけど、まあのんちゃんがこう横で暴れててくれるおかげで、はい、まあ、自分もリラックスして楽しめたんで、だここで撮ったとのが今日は一番楽しかった。私はこの青空パックで、うん、堀米さんとあの打ちしてもらったのめっちゃ楽しくて、堀米さんがギター弾いてるところめっちゃかっこよくてしびれましたし、場所からって室内のシーンの時に椅子に座ってクールに弾いてる堀米さんも、もうなんか場を、あ、そう、場を背負ってるっていうか、いや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 、揺れる椅子だったからじゃない？あの、そうですかね。いえ、たたずまいだけでこんなにかっこいいっていうのに興奮しました。いや、もうあまり無理させない設定でよろしくお願いしますっていうのをあの事前に監督さんにお伝えしたんで、はい、そこの辺かなり考慮していただいて、はい、終始楽しんでできました。よかった。撮影それはすごいありがたいなと思って皆さん、OOO の MV
すごいかっこよくて楽しくておしゃれな堀米さんとコラボの MV となっておりますので、ぜひチェックしてください。よろしく。